JGA パルクールオンラインコンペティション第2回にエントリーをお考えの皆様、今回は特にキッズそして保護者の皆様にお知らせがあります。今回の大会のエントリーはキッズの皆様も受け付けているんですけれども、パルクールはその性質上怪我や事故、そして外での撮影には器物損壊や不法侵入など法的な、問題に問われる可能性があります。本大会の撮影そして練習におけるいかなる損害についても大会本部ではその保証等はできません。パルクールは本来身の回りにあるものを使って体を鍛える楽しいトレーニングの文化なんですけれども、地域社会との共存そしてその国々の、法律を守るということが基本になっております。キッズの皆様はその判断力っていうのがまだ十分でない可能性があります。またパルクールそのものの動きについても、本人の理解そして周りの人がこれくらいの動きなら大丈夫だよ、ここからはちょっと危ないねっていう判断をしてあげられる環境にない人がいきなり動画を撮ってしまうということは非常に危険です。少しでも不安のある場合はお近くのパルクール指導者に判断また指導を、受けるようにしてください。危険行為、そしてルールについてちょっとよく分かってないんじゃないかなとか、この動画はルール上または、日本国の法律上問題があるかなと思われるような動画はエントリーを受け付けることができませんので十分ご注意ください。以上のことを踏まえてこの第2回大会が多くの方々のご参加そして盛り上がりを見せることを期待しています。第2回ジャッジ荒本秀夫でした。